親しみやすくて明るい子だったの。じゃーん、世界で活躍するモデルになる。モデルがそんなに楽しいなんて、カバーガールにそんな価値があるなんて。仲良くしてたらすぐに他の子に大切なものを奪われるの。キコはそういう世界で生きてきたの。大人気アイドルグループアイドールの遠藤キコさんがキコプチにて初のカバーガールを飾りました。あかりを救いたい。アイサがそばにいてくれる。私が成長するにはあかりの力が必要。みんな心配かけてごめんね。なんてグレイなフレンシップなの。メロディー感激。アイサすごいよ、あのあかりの心を動かすなんて。ほんと、どんなマジック使ったの。いや、そんな大げさなことじゃなくて、お互いを必要としてるんじゃないかなって思って。私たちお互いを必要としている、なんてビューティフル。運命ってやつ。もう2人とも冷やかさないでよ。さすが、さすが。いいんじゃない、相棒でね、ガリ。私は別に一人きりで頑張る以外の道もあってもいいかもって思っただけ。素直じゃないんだから。相棒バリ、とってもワンダフル。ネメメロも負けてられません。オフコース。ちょっと待って、ネメまで英語は受ける。いいよね。バラバラ。バラ。山田バラ。アイサ、何してるの？行くよ。どこに？もっといろんなことを教えて。私が成長するには、あかりの力が必要って言ったのは、アイサでしょ？いいよ、かわいい。うん、いいよ。かわいい。かわいい。うん、いいよ。犬と絡んでみようか。ね、かわいいよ。いいよ。もうちょっと指見せて。いいよ、いいよ。何本か。かわいい。はい、オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございました。どうだった？指輪を見せてって言われた時から、このポーズが多かった。確かにそうだったかも。私のも取っておいて。終わったら愛さんの思ったことを素直に教えて。かりよろしく。うん、いいね。かわいい。相棒兼ライバル兼師弟関係的な取り曲げ激アツな関係です。へえ。こう手に寄ってみたりとか。お疲れ様です。疲れ。2人この後空いてる？私は大丈夫です。私も。あ、よかった。そしたら帰りに新庁舎寄ってって。はい、疲れ。佐藤さん、落としましたよ。行っちゃったね。用事ってなんだろうね。これどうしよう。あ、ちょっと待って。何て書いてあるの？これニコプチの売り上げが書いてある表だ。すごい右肩下がり。これ絶対見ちゃいけないやつだよね。うん、ニコプチがこんなに売れてないなんて知らなかった。どうする？これ佐藤さんに返しづらいよ。後で編集部行った時にこっそり置いとくよ。配管って雑誌がなくなるってことだよね。これ以上売り上げが減ったらニコプチなくなっちゃうのかな。
り聞いてる？私が変える。え？私が、私たちプチモが変える。どういうこと？ニコプチを救おうよ、アイサ。私たちで、プチモたちの力で。あかり、私ニコプチがなくなるなんて絶対に嫌。ニコプチを守るためだったらどんな努力だってする。プチモたちのモデル力でみんなで頑張ればできるよ、アイサ。そうでしょ、あかり？うん。ああ、お待たせ。ごめんね、撮影後なのに。今日は二人に重大な発表があって来てもらったの。まあ編集部でいろいろ考えた結果なんだけど、次号からアイサのピン連載をすることになりました。え、ピン連載？そう、期待してるよ、アイサレアイサ。ありがとうございます。で、あかりには次号のカバーガールを飾ってもらおうかと。え、あかりが表紙？あかり、カバーガールだったよ。おめでとう。信じられない。あかりの実力や努力が認められた結果だよ、アイサもね。おめでとう。ありがとうございます。まあ編集部でもいろいろこう新しいこと始めたくてね。何か起爆剤になるような。新しいこと？あ、佐藤さん、私これを見てしまったんです。え、なんで持ってんの？ひょっとして私落とした？あ、やっばい、編集長に怒られる。見たことを絶対言わないでね。わかりました。でもこれって、これって本当なんですか？ニコプチなくなっちゃうんですか？あ、このままだとね。あ、でも大丈夫、なんとかするし、編集部でもいろいろ考えてるから。私絶対にニコプチを守りたいんです。何でもします。ありがとう、心強いわ。あ、ごめんね、ちょっと待ってて。もしもし、ニコプチ編集部佐藤です。ああ、キコ？うん、あの件考えてくれた。え、キコちゃん？え、ああ、ほんと助かる、ありがとう。うんうん、じゃあまたかけ直すね。うん、ありがとう。はい、失礼します。よかった、編集長に連絡しなきゃ。あの、さっきキコちゃんって。そうなの、この配管機器を脱するための一番の目玉企画が今通ったの。目玉企画？アイドール人気メンバーによる関東ファッション新作企画。担当企画はね、雑誌の一番最初のその後の目玉になる企画、プチモの私服特集や海外ロケや何でもランキングなんだけど。そうなんだ、知らなかったな。それをアイドルに取られるなんて悔しい。隠さなくてもいいよ。ファンなんでしょ、キコの。それもかなりの。嫌だよね、嫌いになった？私のこと。キコちゃんはあかりのライバルなのに。それなのに何言ってるの？確かにキコは私のライバル。今はキコだけじゃない、アイドールも。でもキコを好きなアイサを嫌だと思ったり、ましてや嫌いになったりするわけないでしょ。アイサはアイサだもん。
私はそんなつまらないことはしない。あかり、キコに会えるといいね。うん。私たちも負けないように頑張らなくちゃね。うん。おはようございます。アイサ、今日撮影ないはずじゃ。ちょっとスタイリストさんに相談したいことがあってね。連載企画の件で。そう、そういえば今日あかりの表紙撮影だよね。見ててもいい？別にいいけど。ていうかあかり、また綺麗になった？なんか今日ピカピカしてる。当たり前でしょ、モデルなんだから。ほんとあかりのそういうとこ尊敬する。私、あかりのおかげでプチモとしてお仕事するプライドというか責任というか、そういうのが分かった気がする。あかりのおかげで。ほら、早くスタイリストさんのところに行けば。はいはい、撮影頑張ってね。アイさん、今日撮影あったっけ？わお、ちょっとやばいようで。あ、これ今期の新作？エメメロの衣装？これは私たちの衣装じゃないの。え、じゃあ誰が？それは全部私たちの衣装だから。私たちが着ればそれだけで売れるもんね、より。うん、あなたたちがニコプチモデル。ひまり、いおり、そう、この子たちがニコプチモデル。キコちゃん、本物？握手してください。キコの握手はただじゃないのね、いおり。うん、行くよ。アイサ、大丈夫？すっごい迫力。さすがジャパンのトップアイドルね。これがアイドール？よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。大人気のアイドールメンバーの皆さんに来ていただいて本当に感無量です。佐藤さん、よろしくお願いします。ファッション企画、とっても楽しみにしていました。ね、いおり。うん。では、早速いおりさんからあちらでお願いします。あ、そのクマちゃんは置いていてください。アントニオとヨイは一心同体なんです。これ、常識ですよ。アントニオ、ライブでもいつも持ってるんだから撮影でも持つに決まってるでしょ。じゃあ、アントニオさんもご一緒に。それじゃあ、奥が見えないから、メスでアントニオを片手で持ってみたら、ちょっと、sorry、こんな感じで。ちょっと、何やってるの？早くウリに返して。Oh. Sorry. よろしくお願いします。それじゃ服が見えないから、こうすればいいんじゃない？ああ、うん。ひまりのファンが喜ぶのはこっちだもん。何よ、ただの専属モデルのくせに。じゃあもういいです、その俺。はい。
さすが国民的アイドル。二人とも顔は超可愛い。でもな、モデルのお仕事って、なんだろう、この気持ち。いよいよだね。うん。長かったよね。うん。今日のあかり、一段と可愛いよ。ありがとう。やっと、あかりの努力が認められた気がして、私も嬉しい。あかりさ、プチモ代表としてガツンとしたインパクトのある表紙頼んだよ。もちろん。なんかな、思い浮かべ、配管機器を回避するためのいい企画、ニコプチのため、でもいい企画なんかな。あ、もしもし、ニコプチ編集部佐藤です。え、あ、ひまりさん。私たちアイドルからとってもいい提案があるんですけど。用意。頑張る。信じてください。